えー、こんにちは連絡ありがとうございます削下塾の久保ですあのやっぱりねなくてはならないものってのがいろいろとあると思うんですけどもまあ例えば今の時代にこの携帯電話って多くの方が必要と思って使ってると思うんですよね。まあ、でも私が幼い頃ってうんその黒い電話を家に1台つけてですねまあ、それを家族で使ってたってことがありますんで例えば友達に電話しようかと思ったらまずそこのお家のね まあ、お母さんとかお父さんが出るわけですよね。それからちょっと何々君を呼び出してくださいっていう感じになると思います。まあ、当時はそれが不便だと思わなかったんですけどもやっぱりね一人一台の携帯電話に比べると非常に不利ですごくねよく使ってたなと思いますよね。で私が20代の頃、まあ、大学に行きながらあのちょっとねお近づきになりたい女の子がいた場合はその女の子の家に電話をするんですけども大抵お父さんが出るんですよね。 でお父さんに気に入られなければ娘さんにつないでもらえないんで、まあ、なかなかそういうところでね、えーまあ、女性と知り合うチャンスも勇気がいったなというのを思い出しましたさあ今回何が言いたいのかと言いますとあの今の時代に必要なものっていうことなんですよねちょっと前には車社会って言われてまして特に地方では車がないともうやっていけないということで私も地方に住んでますんでねあのお分かりだと思いますけどもその、まあ、ハローズっていうね スーパーに勤めていたんですが出勤通勤に車でないともう非常に不自由なんですよね、まあ、自転車で行くとすごく時間がかかるしで荷物を運んだりすることもありますえそして何よりも電車が通ってないんですよねバスもないんですよ、うん、あることはあるんですけどもバスや電車はそこの乗り場までね歩いて行って待って乗って降りて そして歩いて現場まで向かうという、まあ、3ステップを踏むんでかなり不自由なんですよね、まあ、そう考えると車の免許がないとやっていけないよねっていうのもあると思うんですよさあそしてさらに時代は進みまして今平成から令和になってですね今仕事をする際にパソコンを使わないっていう選択肢はね非常にねあのー、低くなってますまあパソコンがなくてもできる仕事っていうのはまだまだありますけどもただパソコンっていうのはいろんなものをね効率化してくれるんですよね そしてどんな人が使っても同じ結果が出るっていうところが多分多くの人に必要だと思われてるところじゃないかなと思います最近はパソコンよりも進んだスマホっていうのがあってそれによってパソコンと同じ機能をねいろいろ代替しているところがありますけども、まあ、いかにしても自分の人生をさらに有利に進めようと思ったりそれから収入を増やそうと思ったらまずはパソコンがスタートラインになるんですよねそれ抜きに生活のの改善っていうのは 非常に難しい時代になったんではないかなと思います。まあですんで時代に合わせてテクノロジーに、まあ、やっぱり寄り添っていくってことかなと。私も昭和47年生まれなんでパソコンなんてね、その40になるまで自分の人生に関係ないと思って避け続けてきましたけどもどうしても生活に困った時にどうしても自分の暮らしを有利にしたいな、理想通りにしたいな、そしてもしかしたら結婚して子供を持つみたいなことも考えている時にですねやっぱりパソコンで まあ、鬼に金棒ではないんですけど、私は鬼でも何でもないんですけども、まあ、普通の人に金棒ぐらいじゃないとね、太刀打ちできないと思ったんで、パソコンをこうやって一生懸命あのやっていってですね、まあ、おかげさまで今は、パソコンのおかげで、この今の全部の暮らしが、家まである、子供までいるみたいな感じになってますね。うん、ですので、パソコンがね、どのぐらい身につくかどうかはわかりませんけども、とりあえず勇気を出して、まず触ってみるところから始めないといけないかなと思いますよね。 私も40過ぎてのパソコンだったんで特にそれまでマージャンしかしてこなかったんでね本当にマージャンの親父でしたから日々進歩することもなく日々勉強することもなくなんとなく人生これからどうなっちゃうんだろう,うことでね不安を考えながらやってきましたけど、ね、今は人生がどうなるのかっていうよりもどうしたいのかっていうふうに気持ちが変わってきました自分のしたいことにお金がかかるようだったらお金も使っていけるし自分のしたいことに時間が必要だったら時間も使える余裕が生まれたし まあでも、肌と気がつくと、自分だけ、まあ,あ、暇でもね、まあ、あんまり面白くないですよね。<laughs> うん。だから、できれば、一人でも多くの人に、時間のゆとりとかね、金銭的ゆとりを持っていただきたいなと思いながら、こうやって、YouTube で発信しております。えっ、ー、と、長くなっちゃいましたけどもね、え当、ー、いつもお気遣いありがとうございます。私の方からも、お体に気をつけてくださいと、言わせていただきます。えー、そしてですね、 あの何なりとご相談いただければ私いつも待っております一歩一歩踏み出すこと良い人たちの中に自分自身を置くことの大切さを知りましたとありますけれども私は本当に心からそう思ってますしきっと私の YouTube の放送でこうやってご連絡いただく方って私と気が合う方だと思います、まあ、ですんでその気持ちを最大限尊重してですねあの偉そうにならないように私も気をつけようかと思いますんで、えー、これからもよろしくお願いしますどうもありがとうございましたでは失礼します